ニコラオス・ゲオルガンタスはギリシャの陸上競技選手。1904年セントルイスオリンピックの銅メダリストである。サラミス島出身。ゲオルガンタスは20世紀初頭のギリシャの投て選手である。交通事情が今とは比べ物にならないくらい不便な1904年にアメリカ内陸部で行われたセントルイスオリンピックに出場。 方眼投げでは失格となってしまったが、円盤投げでは37メートル68で、アメリカのマーチン・シェリラン、ラルフ・ローズの2人に次いで銅メダルを獲得した。2年後の1906年に、アテネで行われたオリンピックの中間大会において、ゲオルガンタスは、円盤投げの2種目と石投げに出場。円盤投げでは、 3 8ル0 6でアメリカのシェリダンに2年前に続いて敗れ金メダルとなった。古代ギリシャの彫刻家ミュロンの作品、円盤投げのように台の上に乗って投げるギリシャ式円盤投げでは3 2ル8 0でフィンランドのベルネル・ヤルビネンに敗れ金メダルに終わった。一方、6 4キログラムの石投げでは1 9百9 2 5で2位のシェリダンに勝利し、 金メダルを獲得した。デオルガンタスは2年後の1908年ドンドンオリンピックでも円盤投げを含め4種目に出場。ギリシャ式円盤投げで33.20メートルの6位という成績が残っているが、円盤投げ、槍投げ、砲丸投げの3種目については記録が残っておらず順位も不明である。ありがとうございます。